ベストオブクラシックは NHKFM ラジオで平日の原則として19時30分21時10分に放送されているクラシック音楽看板番組である。この番組ではクラシック音楽の名詞たちによるコンサート音源を放送するが毎月主として1週目、3週目には4から5回を一つのくくりとして海外で行われるクラシックコンサートの音源を 各放送機関提供のライブ録音音源を使ってシリーズで放送する。この時はクラシック音楽評論家の作品やコンサート内容の解説があったが、後に評論家の解説がなくなり、フリーの女性アナウンサーが解説している。また随時日本各地で公開収録も実施される。この番組の前身は、 クラシックコンサート放送期間は1985年4月から1991年3月。また、NHK 交響楽団の定期演奏会時には放送開始を19時に繰り上げて生中継する。この場合、NHK の必須業務である19時放送の今日のニュース年間18日分が放送休止となる。ただ、放送法等には休止にできる規定はなく、 その根拠は明確にされていない。さらに番組 HP には世界中の上質な演奏会をじっくり堪能する本格派クラシック番組と説明されているだけで公式の放送番組時刻表には N 協定期 PC プログラムの1年先の公演日程は遅れで開始し名曲スケッチは休止となる体制となっていた。多くは10分の延長だが稀に10分以上の 延長があり、その場合は、青春アドベンチャー等の後続番組の開始時刻が繰り下がったり、青春アドベンチャーを当日休止して、翌日に日本続けて放送したり等があった。2006年度以降は、毎日21時10分で終了するため、放送時間延長による変更は少なくなったが、逆に時間が余るようになり、余った時間は CD による演奏で埋める。 案内役は山田美也子が担当し、観客として著名人をゲストに招き、演奏開始までの合間、休憩、終演後に二人のトークコメントを交えて放送される。実際の開演は19時5分、さらに休憩時間20分を含む、計25分間の空白時間を視聴者と共有する。収録の E テレビでは、この時間はカットされている。なお、 毎年夏季に行われているヨーロッパのクラシック音楽コンサートと日本音楽コンクール本選会の模様もこの枠で放送されるがベストオブクラシックのタイトルはつかず別枠扱いとなっている。速報マイナスは欧州放送連合に基づく放送のため放送開始時にエブ共通の開始ファンファーレがなる。年2回海外現代音楽特集が行われる。 番組のオープニングとエンディングにかかる曲は、北爪道夫がこの番組のために作曲したもので CD 収録などはされていない。ホルンやトランペット等の金管群の印象的な戦律に導かれて曲が始まり、少し落ち着いたところでナレーションが被るような用いられ方をしている。エンディングは当日放送の演奏スタイルのバージョンがかかる。NHK 交響楽団の 定期演奏改正中継がある場合、オープニングでは流れず、エンディングも別の曲を使用している。本番組が休止となるケースは、今日は1日3枚や年末年始の特集番組がある程度であるが、2008年8月7日、放送予定分は高校野球中継が続いていたためよく8日に変更となった。本来、 高校野球中継は、ラジオ第一放送が行うことになっているが、ラジオ第一放送では、北京オリンピックのサッカー男子予選、日本 VS アメリカの中継があったため、高校野球中継を FM 放送に振り返っていた。2011年3月11日と14日から18日は、東日本大震災の発生により、安否情報及び終日ラジオ第一放送と同時に、 関連ニュースを放送した関係で放送中止となった。同年3月22日から放送再開となった。2014年11月18日に放送予定だったザフィルハーモニクス演奏会は直前番組でもある NHK 今日のニュースが安倍晋三総理大臣の記者会見の中継を含め19時55分まで拡大したため放送休止となり、 2015年1月7日に改めて放送された。本番組は NHK ネットラジオラジルラジルでも同時配信されているが放送する回によっては権利上の理由で同時配信されない回もある。2000年代の初めにはウィーンフィルの定期公演なども事性中継されていた。ありがとうございます。